Zoom で参加している方にご連絡をいたします。質疑応答についてご説明いたします。Zoom の画面の下に参加者アイコンというのがございます。その参加者のアイコンをクリックしていただくと、右側に手のマークが出ると思うんですけども、そちらが挙手のボタンとなっております。そちらを押していただくと、質疑ができます。試しに今押してみてください。はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。本日の講演が、自然言語処理に関することなんですけども、普段業務で自然言語処理を扱われている方いらっしゃいましたら、もう一度挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。トーク中は、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。YouTube で見ている方にご連絡いたします。この部屋のハッシュタグは PyConJP_5 です、感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。よろしくお願いします。はい、それでは3分前になりましたので、スピーカーの方よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、それではですね、これから、池田大志さんの発表を始めます。タイトルは、最先端自然言語処理ライブラリの最適な選択と有用な利用方法です。発表時間は質疑を含んで30分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。ではお願いいたします。はい。私の名前は池田大志です。発表のタイトルは最先端自然言語処理ライブラリの最適な選択というような利用方法です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP 行動規範に同意します。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。では、時間ぴったりになりましたら。始めようと思います。はい、スライドはもうすでに、共有してもよろしいのでしょうか。スライドは直前で大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございます。
じゃあ時間になりましたので画面共有の方お願いできますでしょうか。はい、はい、それでは池田大使さんを拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いいたします。では、これから、始めていきたいと思います。でタイトルは、最先端自然言語集ライブラリーの最適な選択と有用な利用方法ということです。で本日はご参加いただきありがとうございます。自己紹介です。名前は池田大使と申します。で略歴としましては、学生時代は奈良先端大の自然言語集学研究室で、言語集の研究をしていました。でそのまま、引き続き企業に移っても言語処理の研究開発に従事しています。で最近の取り組みとしては、学会発表だったりPyCon で発表したりしています。PyCon でも、去年発表いたしまして Python による日本語自然言語処理ということで、日本語コーパスから固有表現抽出モデルを実装する方法について昨年度は、発表しました。で今年の、言語処理学会ですが3月に開催されて言語処理学会もオンライン、学会だったのですが、今年はオンラインポスター発表ということで文章分類におけるテキストノイズおよびラベルノイズの影響分析ということで、文章分類の学習データにノイズが混入する場合のノイズの影響を調査した研究なども行っています。で、今回の本日の発表ですが概要としては日本語処理ライブラリの特徴と利用方法を説明します。で、その後にユーザーレビューからテキスト分類モデルを実装する方法を紹介します。で、対象となる聞き手としましては、自然言語処理を Python を利用して始めたいという方だったり、日本語処理ライブラリの選定に困っている人、あとはどのように日本語処理ライブラリが Python で実装されているかという知りたい人、について対象となる聞き手と設定しております。でサンプルコードは GitHub に公開しています。で本日の発表の目的ですが現在聞いていただいている皆さんにその各自のユースケースに適した言語処理のライブラリを発見してもらうことが、本発表の目的としています。で、私が説明する内容としては Python で利用可能な日本語処理ライブラリーというのを比較しますということで、本日多くの日本語処理ライブラリーの、機能面だったりというのを、ご紹介いたします。でその後に、このライブラリーを比較することによって目的に適したライブラリーの選択基準を共有します。で、ライブラリーによって、実行速度だったり単語の分割基準というのが異なったりあとはPython ライブラリとして利用面も実装方法など異なったりしているのでそれを本日お伝えできればと思います。で最後にテキスト分類タスクにおいて応用タスクでどのように実用面で性能を測るかというのをご紹介します。でこのように各自のユースケースでユースケースに合ったライブラリを選んでいただければ本日のゴールだと思っています。で発表の方針としては、Google コラボでの動作を、推奨しています。事前に私の方でコラボ上で全て実行済みで今回いろんなライブラリを、比較することになるのでできれば環境依存のエラーというのを回避したいのでできればこのコラボ上での実行というのを、お願いしたいと思います。で次に、発表の質問ですが、Zoom の質問、おそらくすべて答えられないと考えているので、いただいた質問は GitHub の Wiki でご回答いたします。なので、いろいろ質問してください。その後、発表終了後も GitHub の一周で質問立てていただければ私が直接回答するので、一周作ってみてください。はい。で、ここから本題に移りたいと思います。で、大きく分けて3つに分かれていて、まずは、自然言語処理の概要を説明して、その次に各ライブラリーの特徴だったり実装方法を説明します。で最後にテキスト分類モデルの実装方法を説明する内容です。で早速、Python を利用した日本語自然言語処理ということで、言語処理の概要についてお話したいと思います。まずは、言語処理における
機械学習モデルの開発フローですが、まずは、ライブラリ比較する前にどこで Python ライブラリが必要となるかというのを、考えていきましょう。言語処理におけるあのモデルの開発フローっていうのは、まず言語処理ではこのコーパスといってデータがあります、まあ、文章データがあって、それを前処理などしてあげて、学習データ、開発データ、評価データにあのこのように分けてあげます。でその後に学習の過程を経て学習済みモデルというのができて、そのモデルを使って開発データ、評価データを用いて評価を行います。でその結果が出るので、その結果を踏まえてモデルの改善というのを行います。これが一般的なあの機械学習の、開発フローだと思うんですが、言語処理ではどこで Python ライブラリを使うかと言いますと、まずはこの前処理の部分で、単語分割特徴量選定を行います。で、そのライブラリが具体的にはメカブ Python3 だったり JANOME などを使って前処理を行います。で前処理を行った、データからモデルを学習します。でその、モデル学習のために、サイキットランだったりトランスフォーマーズを使ってモデルを学習します。具体的に、単語分割と特徴量選定というのはどのような、処理を行っているかというのをここで説明します。で日本語のテキスト、日本語テキストの言語処理というのは前処理として単語分割が必要となります。例えば例文ですが、 Python で簡単に使えるツールですというのを、これをコンピューターに処理させるためには、コンピューターに扱いやすいようにこの単語にまずは分割します。で単語分割と同時の処理で携帯素解析機の中では、この単語に対して品種を付与する処理も同時に行っています。で品種を付与することによって、このようにフィニッシュフィルタリングが行うことができて、このように助動詞などを取り除くようなことができます。で特徴量を選定したり単語分割をした処理というのは、この目的タスクの入力になります。例えば目的タスクっていうのは文書分類だったり機械翻訳などあるのですが、例えば文書分類の場合ですと、この入力文だったり文章がどういったカテゴリーに属するかというようなラベルを予測するような処理でして、例えば一例ですが、このように品種をフィルタリングした名詞などの情報を分類モデルに入れて、このようにカテゴリーに分類したり、例えば機械翻訳の場合ですと、助詞などを取り除いてしまうと翻訳できなくなるので、このように単語レスというのをモデルに入れて日本語から英語に翻訳するなどを行います。で、Python でどのように単語分割を実装するのかということで、日本語処理ライブラリっていうのは Python で多く存在しています。でライブラリの選択基準も様々で、実行速度が違ったり単語分割の単位が違ったり、単語に付与する言語情報も、異なったりしています。で、最近日本語で使える、日本語処理のライブラリっていうのは増えてきているんですが、その反面ユーザーの選択肢っていうのは増えていて、情報収集を含む、技術選定コストも増加しているかと思われます。でそこで、本発表が、発表する本発表での発表する意味で日本語ライブラリというのを比較して、各ライブラリの選択肢基準というのを共有できればいいかと思っております。でここからは、具体的に各ライブラリのライブラリの特徴と利用方法について説明します。でまずは、これから8個のライブラリを説明するので、どういった項目を説明するかというのを、まずは説明項目についてお伝えします。まずは、タイトルにライブラリ名を書いていて、その後に他のライブラリと比較した時の特徴と利点を説明します。でその後にそのライブラリがどういった実装手段で実装されているか、でその実装手段でどれほどの速度が出るかというのをここで説明します。でその解析機が、どういった解析手法を行っているかと、最後に、この分割基準自身はどういったものが使われているかというのをご説明します。で次のスライドで、Python で利用する方法というのをお伝えします。で、インストールの仕方と、次に、Python インタープリンター上でどうやって実装するかというのをお伝えします。で、最後に、GitHub の、リンクも、リンクだったり、
ドキュメントなどを上げているので、ここからの聞き方としてはいろいろライブラリーをお伝えするので、気になったライブラリーがあればぜひコラボでまずは動作確認していただいて、その後参考サイトを見てさらにそのライブラリーを知っていくみたいな流れが良いかと考えております。で早速ジャノメから説明したいと思います。でジャノメは昨日の招待コインもありましたので、本日は、他のライブラリーと比較した時の特徴だったり利点というのをご紹介いたします。でジャノメのやはり一番の利点としては、ピュア Python で実装されているのでインストールが容易で依存ライブラリーが不要というところが、一番の利点だと思います。あとは品種フィルタリングなどの便利機能が標準で搭載しているので、言語処理初心者だったり Python 初心者の方がまずは言語処理始めるのには一番ぴったりなライブラリーかと思っております。で、ピア Python で実装されている実行速度はこれぐらいで、解析手法としては、MECAB IPA DIC という MECAB の辞書をそのままコストとして利用しているので、ほぼ MECAB と同じ、この辞書の MECAB と同じ解析を得ることができます。で、JANOME の利用方法ですが、まずは PIP で JANOME をインストールすることができて、ライブラリーをインポートしてあげて、インスタンスをこのように定義してあげます。で、今回例文で Python で前処理を実行するという例文を挙げているんですが、これを、インスタンスのトークナイズに入れてあげると、もう簡単にこのように携帯解析を実行することができます。で、JANOME の、参考資料は、昨日 の, スライドなど見ていただければわかると思いますので、ぜひ言語処理始めたい方は JANOME を使ってみてはいかがでしょうか。はい、で次に、MECAB Python 3についてご紹介いたします。で、特徴と利点としましては、MECAB Python 3っていうのは MECAB の Python ラッパーで、MECAB っていうのは研究実用を追わず最も利用されている携帯素解析機で、MECAB Python 3は MECAB をスイックで呼び出すためのライブラリーで非常に高速な解析が可能です。で、ライブラリーの実装手段としては MECAB 本体は C++ で、それをこの MECAB Python 3では SWIC で呼び出すので、SWIC っていうのは C++ だって C の機能っていうのを他の言語から呼び出すような機能で、その機能を使っているので、JANOME と比べてもかなり速度が違うことがわかります。で、MECAB っていうのは CRF というアルゴリズムで単語分割携帯素解析の学習を行っているんですが、この Python ライブラリのバージョンですと IPA DIC という辞書をそのまま使うことができます。で、MECAB の辞書っていうのは世の中にいろいろ公開されていて、この MECAB Python 3ではこの辞書をそれぞれ選択することでいろんな辞書を使うことができます。で、MECAB の実装方法ですが、このバージョンの MECAB をインストールしていただければ、ライブラリをインポートして、インスタンスを定義して、このようにパーズで簡単に携帯素解析を行うことができます。で、ここで MECAB でお伝えしたい内容としては、なんで MECAB が高速なのかっていう理由なのですが、その理由は、2年前に言語処理学会のワークショップで、携帯素解析ワークショップという、1日携帯素解析のことを議論するワークショップが開催されました。で、この MECAB の開発者の工藤さんが主催されていて、その中で工藤さんも、ご講演されていたのですが、その発表スライドの中で、なんで早いかっていう理由を説明していて、よくある誤解が、ここの高速の化の起用の入れようが半端なくて手がつけられないっていうのは誤解だそうで、実装がシンプルで無駄なことをやってないので結果的に早いというのが正しいということです。で、その、実装方法についても、工藤さんが最近この携帯素解析の本を書かれているので、そこに詳しく実装方法が書かれているので、ちょっと応用 の, トピックになりますが、もっと詳しく携帯素解析を知りたい方は、ぜひこの資料を参考にしていただければと思います。はい、で次に、スダッチパイという比較的新しい携帯素解析についてお伝えしたいと思います。スダッチパイは、特徴と利点としましては、
専門家による語彙追加や調整がなされた高品質な辞書を搭載していて、これはワークスアプリケーションによる継続的な辞書更新がなされているような、辞書を搭載している形態素解析機です。で、利点としては、この辞書を使うことで、複数の分割単位での出力が可能で、分割単位が3種類あって、A、B、C とあって、A というのが単語長が短いユニディックというような単位の単単位の分割ができたり、C というのは比較的単語長が長めの固有表現相当の分割ができたり、あとはその間の B というような分割もできたりします。実際にその複数の分割をどうやってするかといいますと、インストール方法は PIP でインストールすることができて、ライブラリをインポートして、ここでインスタンスを定義するんですが、それと同時にこのモードで、このトークナイザースピリットモード C というような ABC を選択することができて、これと、モードとテキストを入れることによって、ユーザー側でこの分割基準の長さというのを簡単にコントロールすることができるというのがスダチパイの特徴です。で、いろいろと参考資料も挙げているので、ぜひこちらも確認してください。で次に、銀座についてご紹介いたします。で銀座も、リクルートが、出している Python ライブラリーで、今までの、ライブラリーと違って銀座は形態素解析機ではなくて、依存構造解析だったり、固有表現抽出が可能な日本語処理のライブラリです。で、銀座っていうのは、このスペーシーという多言語で使える Python のライブラリ、言語処理ライブラリ以上で利用することができて、解析手法としては、スダチパイの結果というのを形態素解析に利用して、で依存構造解析、固有表現抽出というのは、スペーシーの API を利用して、モデルを学習していて、このスペーシーの日本語のモデルの解析ができるというのが銀座の特徴です。で、銀座も、PIP インストールでインストールすることができて、ライブラリインポートして、銀座のモデルをロードして、その後解析したときに、今までと形態素解析と違うところは、この depth と head で i というようなものがあるんですけど、今回の例ですと、この単語のかかり受けの情報っていうのを、解析することができて、こういった単語のかかり受けの情報が必要なときは、銀座を使うことをお勧めしております。銀座っていうのは最近開発もかなりされているようなライブラリーで、ユーザーも増えているライブラリーだと思いますので、参考サイトも多いかと思いますので、ぜひこちら参考にしてください。で次に、なぎさというライブラリをご紹介いたします。なぎさっていうのは、シンプルな単語分割と品式付け機能を搭載しているライブラリーで、一つ利点としては、ユーザー辞書の追加が容易で、系列ラベリングモデルの学習が可能です。で、解析手法として、今までの解析機と違って、ニューラルネットワークの BILSTEAM というライブラリを用いていて、系列ラベリングで単語分割と品式タグ付けを行います。で、なぎさは非常に簡単に使えて、PIP インストールでインストールして、インポートして、もうすぐにタッキングで解析することで、このように単語分割、品質タグ付けを行うことができます。あとは参考資料はこちらに挙げています。で、最後に、センテンスピースですが、センテンスピースは今までの形態素解析機とは、違って、今までの形態素解析機っていうのは、辞書だったりコーパスの分割基準をもとに分割を行うような、それが正解で、それをベースに分割を行うんですが、センテンスピースっていうのは、現存依存の処理がなくて、自分が用意したデータから教師なしで分割を学習するようなライブラリーです。で、語彙サイズっていうのも自分で決めることができて、そのためニューラル、機械翻訳なので非常に用いられているライブラリで、こちらも、メカブの開発者、工藤さんが開発されたライブラリで、本体は C++ を使ってで実装されていて、Twig で による呼び出しなので非常に高速な実行が可能です。なので分割基準はサブワードといって、語彙数や学習データに依存します。で、このように PIP でインストールすることができて、ライブラリをインポートしてインスタンスを定義するんですが、実はここは若干今までのライブラリと違うところで、自分で学習したモデルというのをロードしてあげて、このように分割したり ID に変換することが
ができるライブラリーです。参考資料もこちらに挙げているので、ぜひこのサブワードが使ってみたいという方は、選定スペースを使ってみてください。あとは Qt というライブラリーと、Gman++ というライブラリーがあるのですが、こちらは最後の表で簡単にご紹介します。Qt は、読み情報を解析できたりできるようなライブラリーで、あと Gman っていうのは、メカブだったり、ジュマンよりも性能が高いという歌っているライブラリで、意味情報というのを解析することができます。で、ここにまず一覧に表にしているんですが、最後にまとめでどれを使えばいいかというのをご紹介するので、これはゆっくり資料を見てください。あとはここに分割基準の、参考資料を挙げています。で、今まで携帯解析機をいろいろ紹介したのですが、結構環境構築など自分で作るのって結構大変だと思うので、今回の発表のためといいますか、この携帯素解析比較ライブラリートイロというのを作っていて、この pip インストールでインストールしていただくと、ライブラリをインポートして、トイロの中では学習コーパス、日本語コーパスのダウンロード機能もあって、これをダウンロードしてあげて、コンペアという関数を使ってあげると、このように各ライブラリの実行速度を簡単に比較できたり、その実行環境の情報を簡単に、取得することができます。で、Docker Hub にコンテナも上げているので、Docker を使うと、もう9種類の解析がこのように簡単に比較することができるので、ぜひ使ってみてください。はい。で、もう駆け足で進みますが、最後に実際にこの解析機を使って一つ応用タスクを考えてみましょうということで、映画のユーザーレビューを利用したテキスト分類モデルの実装についてご紹介したいと思います。でテキスト分類タスクっていうのは、先ほど説明した通り、入力、文だったり文章があったときにそのカテゴリーを分類するようなタスクで、そのモデルの学習のためにサイキットランだったりトランスフォーマンスというライブラリを使います。で、モデル学習の内部処理でどういったことをしているかという結構概要的な話なんですが、まずは先ほど説明した単語分割で前処理をしてあげて、ここで、単語分割、単語列に対して Python ライブラリーの scikit-learn というライブラリーのこの tfidf という、特徴量を表現する手法というのを使って、これは頻度による特徴量表なんですけれども、この単語列っていうのを、このように数値表現に変換してあげます。で、この BERT が使えるトランスフォーマンスも同じことをしていて、単語列をこのトランスフォーマンスというライブラリーのこの BERT という特徴量表現を使って、このように数値表現に、この文を単語列に変換して、数字表現に変換しています。で、この、特徴量と与えられたラベルっていうのを、このパターンを学習することによってテキスト分類モデルっていうのを作って、Python ライブラリでこのモデルっていうのを保存します。で、ここでは実際にデータが必要となるので、先ほどご紹介したこのトイロのダウンロード機能を使うと簡単にコーパスがダウンロードできるので、ぜひこれでダウンロードしてみてください。で、ここではScikit-learnから説明したいと思います。Scikit-learnは、言わずと知れただと思いますが、Python で使える機械学習ライブラリーで、いろんなライブラリーを使うことが、アルゴリズムを使うことができて、Scikit-learnのみで機械学習も取り組むことも十分可能なライブラリーで、pip でインストールすることができます。で、実際に Janome の単語分割を利用して、どうやって単語分割を、して、学習データから TFIDF という特徴量を構築しているかといいますと、まずはライブラリをインポートして、コーパスをダウンロードします。で、その後に、Janome の単語分割のトーグナイザーを定義して、ここで TFIDF ベクタライザーというのを、インスタンスを定義するんですが、ここで Janome の単語分割を使えますよっていうのを設定して、Fit Transform で文章というのをここで入れてあげます。そうすることによって TFIDF の頻度というのが計算されて、テキストを入れてあげると、先ほど定義したインスタンスの Transform で
このテキストを入れてあげると、このように X というこのベクトル化された表現をこのように取得することができます。で、サイキットランでは先ほどの特徴量に変換することもできて、あとはモデル学習のアルゴリズムのサイキットランの中にあって、SVM を学習するためのアルゴリズムと、あと機能もこのように、利用することができます。で、あと、トイロの中には、実は形態素解析機の、速度だったり分割基準を比較するだけではなくて、このテキスト分類の応用タスクでも精度評価をしてあげましょうという機能があって、非常に簡単にここまで評価することができるので、このように最後にこの SVM での比較というのをお伝えしたいと思います。で、今サイキットランでの特徴量変換というのをお伝えしました。で、次にトランスフォーマンスという非常に最新の最先端の自然言語処理ライブラリで、 PyTorch と TensorFlowによるライブラリーで、特徴としては本当に最先端のモデルをすぐ利用できるようなライブラリーで、日本語の BERT モデルもここから使えることができます。で、インストール方法も PIP でインストールすることができて、どうやって TF-IDF のようにベクトル化して化していると言いますと、まずはライブラリーをインポートしてあげて、ここでモデルを指定します。これは東北大側の公開している BERT のモデルを、このモデルネームで指定するだけで、モデルをもうダウンロードすることができて、テキストを、準備してあげて、これ一度 ID 化をしてあげないといけないんですけれども、その後はこのモデルに入力してあげることで、このようにベクトル表現を BERT でも簡単にトランスフォーマーズを使えば取得することができます。で、この図って BERT の図、見たことある方も多いかと思いますが、今した処理っていうのは、ここの単語列が入力として入って、で、こう、BERT の言語モデルの計算があって、今の Python の実装っていうのは、この BERT のこの C というラベルの、ベクトル表現というのを取得しました。で、トランスフォーマーズを使うためには、実はただ BERT のベクトル変換をすることだけではなくて、いろんな他のモデル学習の機能だったり、あとモデルセーブの機能というのを実装しないといけないんですが、またトイロでは BERT のモデル学習機能も搭載していて、簡単に BERT での性能比較というのを行うことができます。で、最後に今まで説明した9種類の日本語処理ライブラリを利用した SVM とBERTモデルを比較した結果というのをここで挙げていて、ここで何を伝えたいかと言いますと、今回BERTモデルは確かに最高性能ですというところなのですが、実はこれ、GPU を利用して16分かかっています。で、最短はセンテンスピースを利用した SVM で、もうたった4秒でこの正解数を出すことができます。BERTの正解数と比較して、14件しか変わらないんですけれども、結局何が言いたかったと言いますと、本当に Python ライブラリを、何を使うかによって、全然パフォーマンスが違って、実応用では、BERT が最高精度だから BERT を使ってみましたというよりは、本当にもっと世の中には選択肢がいろいろあって、適切なライブラリを選択することで、もっとパフォーマンスの高い、応用のタスクを解くことができるというのが、今回最後に伝えたかったことです。で、終わりにということで、目的タスクに適した日本語処理ライブラリを選択しようということで、先ほどの文書分類タスクで説明した通り、適切なライブラリを選択することで、処理時間の短縮だったり、目的タスクの精度向上に貢献することが大いにあるので、いろんなライブラリを比較して、どれが最も適しているかというのを確認してから応用タスクに進みましょうということをお伝えしたかったです。で、最後に選択基準ですが、例えば言語情報が必要な場合は、例えばこういう表現情報だったら銀座だったり、意味情報だったら呪文を使えばいいですし、実行速度が必要っていう処理の場合は、メカブだったり、センテンスピースを使えばいいかと思います。で、複
数の単語分割の分割が必要だったり、信号に対応したいっていう場合は、スダッチパイを使えばいいかと思いますし、あとはサブワードを利用して、タスクを解きたいという場合はセンテンスピースがおすすめです。あとはユーザー辞書を簡単に利用したい、登録したいという場合は渚がおすすめですし、あとは Windows で言語処理を試したい、言語処理初心者、Python 初心者であるという方は、ジャノメを使うことで簡単に言語処理をできるかと思いますので、ぜひいろんな言語処理ライブラリあるかと思いますので、この発表をきっかけに言語処理を始めていただければと思います。はい、以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとちょうど時間の方が来てしまったので、最後にスピーカーの方、なんか言い残したことがあれば少し話して。はい。質問、答えられなかったので、すべての質問には、GitHub 経由で回答しようと思うので、本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、これで終わります。発表者の方に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。